今日の御言葉、マタイの福音書13章47節から52節。また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らははいと言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。私たち人間は誰しも最後イエス様の御前に立って生前にした行いに応じて裁かれる日が必ずやってきます。これを最後の審判と言います。誰一人として最後の審判から逃れることはできません。イエス様を信じる者は最後の審判を通して天国に入ることができます。しかしイエス様を信じない者は最後の審判を経て地獄ゲヘナへと連れて行かれることになります。イエス様を信じない者は地獄で泣いて歯ぎしりするのです。イエス様が来るまでは律法主義、律法を行うことによって救われると考えられていました。しかしイエス様が来てからはイエス様を信じる信仰義人によって救われるんだという新しい教えになりました。私たちはイエス様を信じることによって最後の審判を得て天国に行こうではありませんか。 All for Jesus。